週末アウトドアキャンタビ始まります。焚き火台もいっぱいある。焚き火台もいっぱいある。すごいなんぶすごいなこれ。すごいですね。もうなんか他の商品入れるただのカゴになってるけど、もうピットボーイですね。アメリカのすごい ねすげえハンガー売ってる。あ、地味に欲しかったりしますよね。旅行とかでも全然使えますね、こういうの。折りたためるんだ。うん、へえ。カチャカチャンって。あ、これ売り切れてる。これ知ってます？めっちゃ可愛いラジオ。ラジオ、うん、ライトにもなるし、これ災害時にめっちゃ便利ですよ。はい、キャンプでも音楽聴けるキャンプ場だったら、うん、モバイルバッテリーにもなるし、ラジオにもなるし、ライトにもなるし。あ、手回しでいけるんだ。はい、へえ。見た目が可愛すぎるんでめっちゃ人気なんですよ。売り切れてる、うん、この色いいね。可愛いですね。何ですかそれ。バーナー、シングルバーナーみたいなもある、ね、これ何ですか。店長、世界で1900台ぐらい限定で生産された、オプティマスのノバのブラックエディションモデル。オプティマスか、はい、オプティマスのシングルバーナー。シングルバーナーです、このカンカンに入ってるの。あ、そうです、あのアニバーサリー缶です。で、あの取引先さんがたまたま、もう本当販売終了してるんですけど、うん、たまたまなんか倉庫から2台出てきたっていう、うん、激レアじゃないですか。激レアですね。すごい。オプティマスユーザーの皆さん、長野に、長野キャンパルに2台ございます。すごっ。うわ、シリアルも売ってあるんで、もうこのタイミングでしか買えない商品。へえ、これ買わないですか、番組で。どうですか、これどうですか、番組で。一般の人には一切刺さらない。オプティマスってなんだよって今思ってるでしょ。みんなの頭の上に貼ってる。ただなんかすごいんだろうなぐらい、うん。これめっちゃ今流行りのやつですよ。グラストップスモーカー。知ってる。グラスの上で燻製できるやつです。こんな感じでこれね、うん、でこれをこのグラスの上に置いて、そうそう、ここでね、そうそうそう、あのいぶして、はい、煙をこう中で充満させて、これなんかお酒とかもウイスキーとかも、うんうんうん、あのスモークの香りがつけたりとかしたらすごい美味しくなるんですよね、うんうんうん、なんかちょっと安いウイスキーでも高く感じるみたいな、うんうんうん、これはいいです。はい、あ、ULB バサミ、こんな、何、え、どういうこと。なんかロゴがある。すごい。これほんと黒の、あの普通にあの火バサミなんですけど、うん、火をいじる、 めちゃくちゃ軽いんですよ、うんうんうん、UL の、あのウルトラライトなんで、なんですけどなんか金と銀のなんか斧みたいに。あ、そうそうです。なるほど。普通の泉に落としたらね、泉に落としたら、へえ、すごい。私これの黒を普通に使ってますよ、うんうん、いつも。軽くて便利。そうなんですよ。これもいいですね。そう、今むちゃくちゃ人気、うん、これもともとキャンパーが結構使ってたんですけど、最近ちょっと主婦に見つかっちゃって、この便利さ。あ、なるほど、はい、結構なかなかね人気で手に入りにくくなってるんですよね。ブラックない欠品中、うん、ブラック人気で、お皿にもなって、まな板にもなって、そうで電子レンジも OK で、はい、食洗機もいけるんだね、はい、めちゃくちゃ便利 で軽いんですよ。そうそうそう。これ買いますか。これ買いたいですね。ちょっとでも黒はないですね、店長。黒は売り切れちゃったんですよ。グレー、グレーがある。グレーはございます。あ、グレーいいじゃないですか。あ、なんか本当に石っぽい。そう、こんな便利なのに見た目がおしゃれっていうね。そうですよね。サイズは料理が映える。2人だから真ん中ぐらいする。うん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 、そうですね、22、はい、これちょっと盛り付けましょう。やった。で順調にお買い物が進んでます。 30個でしたっけ今回。何個でしたっけ。25個って言ってませんでした。25個ですか。これも便利そうですね。何すかそれ。これ栓抜きなんです。ハンマー型、斧型の栓抜きで、反対側はアイスピックになってます。あ、これこう。そうです。
ピッケルみたい。みんな大好きフルタングの。あ、本当だ。線抜きで。こだわりのフルタング。フルタングで意味あるかなこれ。バトニングとかするんですかね。抜き方が特殊なんで、こうやって開けるんで。はあ、やっぱ一本物じゃないと。なるほどね。で王冠もあんまりダメージなく、へもう一回あのお気に入りのやつとか再生しやすかったりするんですけど、なるほどなるほど、ここ引っ掛けてちょっとねじるように取ってるんですけど、へー、すげえおしゃれ、ちょっと癖のある、うんうんうん、いいですね。あとこっちで氷割ったりとかして、カッチ割り氷とか。あははなるほどね、はい、すごい。すごい。やっぱり気になるものがいっぱいあるんだよな。沼ですね。沼ですね。さあ今回はジャパニーズタコス作ります。ジャパニーズタコス。はい。え、なんか天ぷらとか入ってるんですか。いやあの、はい、最近ですね、はい、この油揚げに、はい、いろんなものを詰めるのにハマってまして。ああ、わかります。うまいじゃないですか。めちゃくちゃ美味しいです。これはもうジャパニーズトルティーヤだなって思ってるんですよ。なるほど、そうきましたか。なのでこの中に和っぽいものを詰めていただこうかなと思います。素晴らしい、はい、で今回これね、あ、チョップレート、はい、おしゃれ、グレー可愛いですね。グレー、そう、黒がね人気で売り切れてたけど、うんうんうん、グレーもすごい可愛い。なんかちょっと高見えしません？する、ね、おしゃれに料理も、ね、これもまな板になって、でそのままプレートになって、食洗機も OK で電子レンジも OK。 これいいですね。めちゃくちゃいいし便利です。せっかくだからこれで切りましょう。はい、ナス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 特に意味はありません。どうですか、切った感じ。全然あの縁が多少上に上がってるんですけど、うんうん、ほんのちょっとなんで全然切るとき邪魔になるんです。転がらないしいいですよ ね。うん、なんか出てくる野菜全部立派。なんかね、そう、はい、野菜でかいんですよ、うん、すごいな、本当に何でできてるんだろうな、全然傷もつかない。うん、蔵の方がちょっとあの切った後目立つって言ってましたね。あ、そうなんだ、うん、グレーの方が目立ちにくいって言ってました、じゃあよりいいですね、うん、買えばよかったな。ね、これくれるんじゃないですか。いや、ちょっと言うてみるもんですね。わかんない、絶対あげないって言われるかもしれない嫌です。揚げてたまるかこの2つと今切った野菜とひき肉を油で炒めをお願いします。はい、で私はその間に大葉をちょっと、あー最高、大葉好き、ね、和風なんでね、ただ飛びそうだな風がね、風で飛びそうだな、はい、オーバー後でやろうかな。油揚げをちょっと切ろうかな。直前に切った方がいいかもしれないです、うん、ね、すいません、今回は強風なんで。これどう切ります、こう、こうだよね、これだと。そう、ちょ、よ、え、あれですよね、あ、そうか、タコスって考えるとで、まあ、こう、うん、インパクト的にどうですかね。こう切った方がインパクトあるかな。こう包むんですっけ。いや、一応中は具を見せてこう食べる感じですよね、タコスなんで。お稲荷さんみたいになりますかね、やりようによって。でもこっちの方が具がいっぱい入りますよね。そうですね、こうしましょうか、はい、こうね、ちょっと斜めに。あ、私も思いました、ちょっと斜めに。そう、なんかツイスターサンドみたいな感じに、うん、こんな感じ、はい、いいかもしれない。あ、出た、ひき肉やつ。そういう時に
あ、出た。便利な。すぐ着く。ありがとうございます。すぐ着く。持っててよかった。いや、毎回アシスタントはキャンパーさんがいいですね。炒めますよ。お願いします。じゃあお野菜から。はい。いきます。ジュって言わないね。ジュって言わないです。あ、そうそう。待ちきれなくなる。待ちきれない。せっかちだから。せっかちですよね。僕もですよ。大体ジュって言わない、ね。大葉切ろうか。それか大葉ごと入れちゃうって言ってもありますね。それも綺麗だとは思いますね。ね、うん、切らずに。そうしましょうか。か、そうですね。ね。そしたら香りは出るけど、うんうんうん、和風の甘辛いタレを作ります、うんうん、おこれもね大体目分量です。大体こういう甘辛いタレは醤油、みりん、酒、砂糖、うん、で黄金比としては2221ですね。2対2対2対1これ覚えとけばまあほぼほぼ間違いない。勉強になる。玉ねぎがしんなりしてきたので、いいですね。ひき肉入れます。お願いします。これ砂糖ですよね。全部入れちゃっていいんですか。あ、半分、おいしい。半分じゃ少ないよ。もうちょい、うんうんうん、まあいい、うん、追加しよう。油を追加。ナスが思ったより吸っちゃって。ああ、そう、ナスって油吸いますよね。ただ油吸ったナスはバカうまです。うまいですね。ごま油が最高ですね。なんかあの、はい、女性ソロキャンプで優勝したって聞いたんです。そうなんですよ。どういうことですか、優勝っていうのは。なんか2019年に、はい、ソロキャンプ女王決定戦っていう会が、はい、オーディションじゃないんですけど、なんか大会みたいなのがあって、はい、5名の中から、はい、そういうなんか優勝者を決め、女王を決めるみたいな。なんかよく寝れた人が勝ちとか、そういうこと。いやでもそれだったら私、はい、絶対優勝しますね、それでも。そう、いやなんか、はい、時間内に、制限時間内にテント張って、はい、料理、前菜、メイン、デザートの3品を作って、はあ、で、その、まあ、テントのその速さ、スピードとか、味の見た目とか美味しさとか、あとはそのなんか居住性のなんか、はい、快適性とか、なんかそういうのをプロのそのキャンプを生業にされている方が審査員で何人かいらっしゃって、でその方にその毎回そのなんかチェックシートみたいなのにこうやってなんか、はい、チェックされて、で最後味も食べてもらってみたいなので、それで優勝しちゃいました。審査員に武田バーベキューはいますか。はい、いなかった。あ、よかった。いないです。いなかったです。なんか俺がライバル視してるみたいな。別にそんなことないのに。そうですね。でも私もその時もあのお酒飲んでいいですかって言って、うん、結構ね、その前に視聴者さんが、うん、あの見に来てくれてて、応援しに来てくれてて、で視聴者さんがビール持ってきてくれて、うんうん、私飲みながら料理作ってました。だいぶ緩いですね。そう、いいんですかねって言いながら、いいですかって聞いたら、いいですよって言って、優しすぎる。それ第2回はないんですね。ちょうどその2019年に開催されたんですけど、うん、2020年からのコロナが、はあ、なるほど、はい、なったんで、なんで私勝ち逃げしちゃってる状態ですね。あ、なるほど、まあ、一番気持ちいいですよね。はい、もうずっとこすっていこうかなと思って。なるほどなるほど、はい。俺も勝手に
作って一人でやって優勝しよう。いいですけど、そう、いいと思いますよ。いい感じですね。はい。あ、じゃあここに甘辛を入れますね。あ、多かったかな。まあ、煮詰めちゃう。そうですね。ちょっと、煮詰まる感じで。これね、何が合うと思うかをね、いろいろ考えてたんですけど。はい。タコスといえばタバスコじゃないですか。はい。その代わりに何が合うかなと思って、今回わさびにしたんですよ。この甘辛とわさびって絶対合う。僕あのうなぎにわさびつけるの大好きなんですよ。山椒じゃなくてですか。わさびが好きなんですよ、甘辛いタイプのわさびが。だから後半味変でいいっすね。わさびも合うんじゃないかなと思って。そう考えたら山椒も合いそうですね。山椒も合うでしょうね、ね、甘辛だれ、うん、うわー、おいしそう。いい匂い。いいですよ。わーい。ここで焚き火やって、この油揚げを炙ってたら、あー、いいな、ね、最高かな。よかったっすね。あー、いい匂い。ナツさんは何かあれですか、オリジナルのグッズとか作ってないんですか。あ、一応あります。何ですか、教えてください。なんか、なんだろう、いろいろ、エプロン、アウトドアエプロンとか、アウトドアバッグとか、いいですね、あと、ブランケット、何年のブランケットとか、うんうんうん、で、最近、あのサーカス TC っていうテントあるんですけど、うん、はいはい、結構あの人気の、うんうん、あれの夏カラーみたいな、夏バージョンみたいな、で、別注カラーのやつを出させてもらいました、去年。じゃあ、相当いい具合ですね。いい具合だそうです。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいじゃないですか。良さそうになってまいりました。じゃあちょっと、はい、なんかに取り分けて、はい、この後ここでちょっと油揚げ炙りたいので、うんうんうん、もうまずいわけないんだもん、これが。美味しそう。美味しい食材で美味しいことしかしてないの。そぼろですよね、言ったら ね、この甘辛い。みんな好きですから。軽くパリッとさせます。わーい、狭い。トルティーヤだ。トルティーヤ。油揚げなんかもう炙ってるとこずっと見てられますもんね。はー、美味しそうだな。僕もこうやってちょっと作りながらお酒飲みたいんで。あります。キッチンに椅子置いて、うんうんうん、一番楽しい時間。そう、ちょっとずつなんか作りながら飲むのが好きなんですよね、うん、あ、いいじゃないですか。あ、いい、カリッと。あ、いいですね、カリッとした。あ、オッケーオッケー。では、一番楽しい時間ですよ、ね、うん、うわお、あ、怖い、風怖い、怖いよ。今だけ読んでください。お願いします。空気を読んでください。押さえようか、こうやって。あ、いい具合にカリッとしてます。どうですか。鮮やか。スプーン借りていいですか。はい。ありがとうございます。いい。いや、これは絶対うまいでしょ。なんか赤いのを入れたかったんですよ。トルティーヤはだいたいトマトが入ってるんですか。パプリカとか。とかでも和じゃないなと思ったんですよ。和でなんかないですかね、赤いの。赤いやつですか。あんまないですよね。確かに。赤。赤株？赤株。赤い和の人参とかになっちゃうんですかね。あー、でも人参もいいですね。うん、本当はね。マヨも入れたいんですよ。でも和じゃねえなと思って。もうジャパニーズって言っちゃうから。そうそう、勝手に縛りをつけたんです自分で。そんなことしなきゃいいのに。言っちゃったから。そう、じゃあ一応味変のわさびを添えましょうよ。ああ、一気に和になった。最高。ちょっと下に笹とか引きたい。いや、本当に。はい、こちらでジャパニーズタコス完成です。イエーイ、すごいな。うまそう。
ではいただきましょう。いただきます。まあね、間違いないと思うんですよ。うわ、最初はこのままですかね。ですね、はい、全部食べないようにしないと。本当だ。いただきます。まずいわけがないね。美味しそう。いただきます。油揚げとひき肉がめちゃくちゃ合う、うん、あ大葉、大葉うまい、うん、アクセントに使ってて、うん、めっちゃ美味しい。まあ、茄子と玉ねぎの食感もいい。結構パクパクいけちゃいますね、うん、これ、うん、油揚げがジューシーだからいいんだろうな、うんうんうん、まさにジャパニーズトルティーヤ、トルティーヤ、ジャパニーズタコスです。タコス感ありますね、うん。ちょっとわさびいこう。一気に輪になりますね。そうだね。これでわさびで。いただきます。とんでもねえうまい。うまっ、うん。絶対わさび入れた方がいい。絶対わさび入れた方がいい。めっちゃ美味しい。最初からわさびでいい。うんわさびはないと物足りなく思います、ね、もうもはや、うん、うん、よかった。うわ超合う。うまわさびだこれは。うわうん、芋芋焼酎そうだなと思ってんのもあ水だ水ですね。あこれはちょっと真似してほしいですね。めちゃくちゃ美味しい。これ味付けはこれで具材なんか何でもいいですね、はい、うんうんうん、お家にある野菜、うん、甘辛くして、うん、ひき肉があった方が食べ応えがあるけど味付けこれでわさびが最高です。大葉も最高。大葉も最高、うん、切らなくてよかったかもね、うん、パリッとした食感もね、うんうんうん、はい、うん、ま、1人3つ5つぐらい食えるね。いけるな。これはあれ結構 5枚入りぐらいのやつあるじゃないですか。あれ一人でいける気がします。いける、うん、めっちゃ美味しい。わさびだ。ぜひお試しください、うん、すごい。動画ご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。ねえ見てくださいほら水綺麗でしょ。すげえ透明。こんな透明なの。本当なんかさ沖縄の海みたいなさ透明じゃない。綺麗ですよね。ちょっと青がかった。おい、いい。でっかい。ちっちゃ。いやっせ。あーあ。ちょっと。ちょっと。ちょっと。話と違うよ。うんー。